数学クイズ。意外と騙される小級問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。ある会社では給与について以下の2つのコースがあります。 A コースは1年に1回10万円ずつ昇給していき、支払いは1年に1回1年分。 B コースは半年に1回3万円ずつ昇給していき、支払いは半年に1回半年分。どちらを選ぶべきでしょう。では解説をします。最初の1年間の給与を1000万円とします。 A コースの方は1年目は1000万、2年目は1010万、3年目は1020万となります。これにより3年間の給与は合計で3030万円です。B コースの方は最初の半年は500万、次の半年は503万、つまり1年目は全部で1003万円です。同様にして上のような昇給となり、給与は B コースの方が高くなるので B コースの方を選ぶべきです。 B コースの方が昇給ペースが早いのが理由であり、長く勤務するほど A コースとの格差は広がります。おまけ問題です。家族でドライブに出かけた。行きは父が 50km 運転した後、残りは母が運転した。帰りは母が 30km 運転した後、残りは父が運転した。行きと帰りは同じ道のりとすると、どちらがどれだけ多く運転したでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。